皆さん、こんにちは。2021年山口大学オープンキャンパスへようこそ。こちらは、山口大学において実施されている、知財教育に関する模擬授業の動画です。今回のタイトルは、医学部生のための知財入門です。で、担当させていただきます、山口大学知的財産センターのミルシャと申します。よろしくお願いいたします。では、早速、目次の方から説明していきたいと思います。今回は、まず知的財産とは何かということについて簡単に説明し、それから知的財産権とは何か、そして、知的財産権にはどのような種類があるのかお話したいと思います。で、そして、皆さんが将来専門にしようとしている医学と知的財産にどのような関係があるのか、医薬品と医療行為の事例を使いながら簡単にお話していきたいと思います。で、最後はまとめということです。で、まず知的財産とは、知的財産基本法という法律があって、その中に定義が定められています。でこの条文の中から、知的財産を抽出しますと、まず発明ですね。でそれから考案、新品種、衣装、著作物、商標、書号、営業秘密などの知的財産があることがわかります。で皆さんもきっとこの中からですね、発明とか、著作物や、商標、衣装などといった知的財産については、聞いたことがあると思います。で、これからですね、具体的に、私たちが日常でよく使う商品の事例を挙げながら、どのような、知的財産があるのか説明していきたいと思います。でまず携帯電話の場合で言うとですね、安全で長寿命のバッテリーに関しては、発明がされて、特許権があって、その発明に対する権利がですね、保護されているということです。でさらに、発明ほど行動ではないんですけど、簡単な工夫ですね、例えばこの事例で言うと折りたたみ構造に関しては、公安がですね、実用新案件によって保護される場合もあります。で、さらに、携帯電話本体のデザインについてはですね、衣装権という権によって保護されることもあります。で、さらに、どの商品にもですね、ブランド名とかですね、マークとかついているんですけど、で、そういったものはですね、商標と呼ばれて、商標権という権によって保護されます。でさらに、この事例でいうと、半導体、などの配置パターンは、回路配置料金という権利によって保護されたり、あるいは、ソフトウェアとかですね、独創性のある文芸、美術、音楽などは、著作権という権利によって保護されたりする場合があります。でさらに、新品種は育成者権という権利によって保護されます。で次は、皆さんが最も興味ありそうな医薬品開発と知的財産の関係についてお話していきたいと思います。でここで時間の問題で詳しくお話しませんが、医薬品開発にはですね、膨大な資金と長時間の期間がかかります。でそれで、その医薬品開発、その医薬品に関するです、ね、発明などをです、ね、十分に保護してあげないと、それをです、ね、新しい医薬品がです、ね、開発されなくなるという結果になります。でそれで、大きく医薬品に関する発明を挙げるとです、ね、の発明と、化学物質とかです、ね、細胞遺伝子とか実験動物などのです、ね、発明は、の発明として、特許権を保護される。で方法の発見はですね、例えば以前からある医薬品のですね、新しい効能効果がですね、発見された場合には、方法発明として、特許権保護を受けることも可能です。でさらに、スクリーニング方法とかですね、評価法、生成法とかはですね、用途発明として保護されます。で、医薬品の場合はですね、活用できるのは特許権だけじゃなくてですね、例えば錠剤の形状とかはですね、すごい特徴のある、機的なデザインをしている場合は、一生懸命と保護することも可能です。で、実際にここで名称登録された錠造の例を載せています。
で、さらにですね、医薬品の販売名とかはですね、商標権によって保護することも可能です。で、例えば、皆さんもよく知っているであろう、鎮痛剤のですね、ロキソニンという販売名も、昔からですね、商標登録されています。で、次は、医療行為と知的財産の関係についてお話していきたいと思います。まず、医療行為にの話をする前にですね、特許要件というものがあって、どのような発明でもですね、特許登録取れるわけじゃなくて、いくつかのですね、要件があります。で、基本的に3つの要件があって、で、1つ目は産業上利用可能性という要件で、産業上利用できるものでなければなります。で、2つ目は新規性で、3つ目は進歩性ということです。新規性はまあ新しいものでないといけないということで、進歩性はまあ誰でも容易に考えつくものでないということです。で、実際にはですね、医療行為の発明については、産業上の利用可能性を見出さないと考えられます。で、ここで医療行為とは、具体的に言うと、人間を手術、治療、診断する方法のことです。で、なぜ医療行為の発明についてはですね、特許の対象にされないのかというとですね、それは裁判で争われたこともあって、東京高裁の判断によるとですね、医師の行為に特許権を及ぶとすると、医師が萎縮し、医療行為が十分に行われなることを懸念されると。で、簡単に言えばですね、人道的な要因がですね、大きいです。しかし、皆さんもご存知の通り、近年の先端医療ビジネスの登場や医療技術の発展に伴って、医療行為の特許保護の必要性も高まってきています。で、そこで、今後医療行為の特許の対象になるのではないかという、部分的にでもですね、意見もあります。で、そこでですね、人道的な要因とかはどうなるのかということも含めてですね、皆さんが山口大学に入学してからですね、知財の授業とかで楽しくですね、一緒に議論していきたいと思います。で、さらに、医療行為については特許権の対象にならないとお話ししましたが、違う知的財産法の法律をですね、活用できる場合もあります。例えば、新しく開発した治療方法などですね、オリジナルな名前を付けて、商標登録する方法です。実際に、事例を紹介しますと、サンミックス延品法と言われてですね、抗菌剤を使って、病巣を無菌化する治療方法があるみたい で、それが実際に、商標登録されています。で、ここで、商標権者のオフィシャルサイト上のスクリーンショットを載せていますが、で、そこでですね、あるマークをですね、皆さん気づいたと思います。で、これはどういうマークかというとですね、登録商標マークのことです。つまり、こういったマークが付されているものがですね、商標登録された、という意味を示します。で、皆さんも今後ですね、買い物とかするときに、こういったアロマークが載っていないかどうかですね、探してみるのもいいかもしれません。で、今日の模擬授業の内容をまとめますと、知的財産には発明の商標、著作物といったさまざまな種類があることが分かりました。で、さらに一つの製品に同時にいくつかの知的財産が存在し、それぞれの知的財産権によって保護されていることも分かりました。で、そして、医薬品開発の膨大な資金と時間がかかるが、一度開発されたものについても、特許をはじめ、各種的財産から十分な法的保護を受けられる、ことが分かりました。で、さらに、医療行為については、人道的な理由などから、特許の対象とされていませんが、商標などの他の知的財産を活用できる場合もあることが分かりました。それでは、皆さんとですね、山口大学取材、教育の授業などですね、また会うのを楽しみにしています。勉強頑張ってください。ありがとうございます。